東京を歩いていると、不意に昔と出会う瞬間があります。歴史上の人物の旧宅跡の石組みに、そうだったのか、あの人はここに住んでいたのか、と、まるで教科書からひょいと飛び出して、何か話しかけられているような短さを感じたり、建物や橋の傍らにある解説に、こんな来歴があったのか、と愕然となり思わず手を合わせることも、ある時は江戸よりはるか昔の、ある時は明治、大正の歴史の断片に出会い、今へと続く気の遠くなるような時間を思うとき、奇跡のような出会いに心躍りますね。明治と現在の2枚の写真に、横たわる時間の流れを感じていると、思いは時々これからの100年へと及ぶのではないでしょうか。今回の動画では100年前、現在、100年後、さらにその先への時空を超えた散歩を楽しんでいただけたら幸いです。オフィス街になった、新橋停車場前の広場。明治45年、1912年、今から100年と少し前の写真である。写真右端に駅舎の一部が見え、広場には客待ちの人力車が並んでいる。右上の壮麗な建物は、明治2年、1909年、銀座8丁目に竣工した通信省庁舎。レンガ造りの3階建てで東洋一の威容を誇っていたが、大正12年、1923年の関東大震災で倒壊、焼失した。写真中央には汐留川に架かる新橋が見える。モスク風の主楼付き時計塔がある建物は、明治32年、1899、開業の博品館勤工場で、当時の東京名所の絵はがきにも登場した。観光場とは、明治10年代からでき始めた用品、おもちゃなどの小売商店が集合した、今のショッピングモールで、靴のまま入れ店でき家族連れなどに人気だった。蘇った新橋停車場。新橋停車場の駅舎は、アメリカ人建築技師リチャード・フリジェンスの設計による、木造石梁の2階建てで横浜停車場とほぼ同じ形だった。大正3年、1914年、に東京駅が完成すると、旅客ターミナルの機能が移り、貨物専門駅となり名前も汐留駅と改められ、近くの烏森駅が新たに新橋駅となった。ちょうど写真右に、恵比寿。の看板があるのは、明治2年、1899年、に開店した日本初の恵比寿ビアホールである。ビールは元よりリノリウム張りの床、ビールの樽材で作られた、椅子やテーブルなどがあるモダンな店内も評判となり、遠方からの来客もあったといい、中央の白い建物の天花堂には、デパートメントストア、の文字が、左に、タバコ、の文字が読めるのは博品館勤工場。明治44年の銀座4丁目、尾張町、交差点、連なる電車に、後方には人力車と自転車も、左の時計塔のある建物は服部時計店である。明治14年に服部金太郎が、平女町、銀座5丁目周辺、で創業、し、明治20年に千穂屋新聞社を買い取り、銀座4丁目、に進出した。建築家は、新橋の博品館観光場を設計した。伊藤為吉。写真の初代時計塔は、明治27年、1894年、に完成。大正10年に改築のため取り壊された。明治のモニュメントが残る京橋。橋の上は市電が、下は小舟が、走っている。明治にはこの橋から北を日本橋通り、南を銀座通りと呼んでいた。名前の由来は、日本橋から東海道を通って、京に向かう最初の橋という説や、京橋川に架かる橋で、日本橋、江戸川橋に対して名付けたという説もある。中央通りの丸善前、1910年竣工の丸屋商店、丸善、創業者の林雄敵は岐阜県に生まれ、医師だった父の後を継ぎ18歳で開業した。英語の必要性を実感し、福沢諭吉の私塾、後の慶応義塾、で学び多大な刺激を受け、明治2年、1869年、には福沢の援助もあり、横浜で、丸屋商社を創業、福沢の著作販売、医薬の輸入も行いかつ、病院長として患者の治療も行った。中央通りの日本橋周辺、明治5年に雷門、新橋管理の利合馬車が登場、以後も路線は増えたが、明治15年に、レールの上を走る鉄道馬車が、新橋、日本橋間で営業開始。東京馬車鉄道が採用したレールの幅は4フィート6インチ、1372ミリ、だった。写真は明治33年頃、この後3年ほどで鉄道馬車も廃止となり、
路面電車に変わったが、レールの幅は引き継がれ、現在の都電荒川線まで同じである。日本橋、荷を積んだ船が集まっている様子から、にぎわいが伝わってくる。右側が魚橋。ひときわ活気がある混雑ぶりだ。写真中央の船いっぱいに、魚が広げられているように見えるのは、着物のために天日干しでもしているのだろうか。魚橋と青物市場の変遷。日本橋の魚橋は、徳川家康が大阪から佃島に呼び寄せた漁師たちに江戸湾内の漁業特権を与えて城内に納めさせ、その残りの販売を許可したことから始まった。明治には千住、芝金杉にもあったが、大震災後の昭和10年1935年に中央卸売市場として統合、築地移転し日本最大の魚市場になった。国家の金庫番日本銀行。写真は右から一国橋、赤レンガにストライプの建物は明治20年、1887年、創業の東京火災海上運送保険。中央の塔のある建物は明治32年、1899年、創業の横浜商金銀行東京支店。その左が日本銀行である。西南戦争の戦費を賄うために、政府紙幣が膨大に流通し、紙幣の価値が下落し、信用が揺らぐ中で、大蔵卿、今の財務大臣に就任した松方正義が、国の金融の心臓となる銀行の設立を提案した。明治15年、1882年、10月には日本の中央銀行として、永大橋のたもと、今の日本橋箱崎町にあった、旧北海道開拓市出張所の建物を本店として開業した。日本金融の象徴、東京証券取引所、旧東京株式取引所。ここ日本橋兜町は明治から続く金融街で、町名の由来は兜神社の兜岩で3つの伝承があるといい、右の橋は2代目の鎧橋。初代は明治5年1872年に小野、島田の豪商3人が目秘で架けた復元だった東京駅。全長335メートルの鉄骨レンガ造り3階建ての設計は、日本銀行と同じ辰野金吾。設計段階で鉄道院総裁の後藤新平から、大国ロシアを任した国に、ふさわしい駅にしたい、との要望があったといい、大震災での被害はなかったが、大空襲では焼夷弾による火災のため屋根が焼け落ち、構造体以外の大半が焼失。終戦には3階部分を取り除き、南ドームの形が変更されるなど、修復工事が行われた。ここから丸の内が始まった。火事橋通り。明治22年、1890年に丸の内の10万坪に及ぶ軍用地が、三菱社、現三菱地所に払い下げられた価格は、128万円。今に換算すると、約1兆4000億円とも言われる途方もない額で、さすがの三菱も海運業などを処分し、123ヶ月間に8回の分割で支払ったといい、すでにあった建物を取り壊し、広大な三菱ヶ原に英国人建築家ジョサイア、コンドルと曽根の達造による日本初のオフィスビル、三菱1号館が誕生するのが明治27年、1894年であった。異国情緒漂う日比谷通りの馬場崎門周辺。子供の衣装は、帽子をかむり着物に袴をつけ、足元は草履のようだ。右にあるのは馬場崎堀。左の赤レンガにストライプの建物は、明治22年、1899年、竣工の東京商業会議所ビルである。左手前は明治28年、1895年、竣工の三菱2号館。建物のコーナーを丸くして塔を備えた作りになっているため、独特のリズムが感じられ、見るものを楽しくさせる。おそらく多くの人が足を止めて仰ぎ見たのではないか。当初から三菱が東京海上火災保険、明治生命保険、明治火災海上保険の本社を入居させる目的で作られた。変わらぬ姿を残す桜田堀。桜田堀の向こうに見えるのが、大日本帝国陸軍の軍令を司った3号本部。明治12年、1879年、イタリア人建築家カッテレッキが設計。後に靖国神社の優秀館も手掛けた。江戸時代は肥後熊本藩の大名、加藤清正の屋敷があり、その後近江彦根藩の上屋敷となり、幕末には井伊直弼が居住していた。かつて参謀本部構内にあった、有栖川の見当たる人親王の騎馬像は、昭和33年、
1962年、耳港区南麻布の有栖川宮記念公園に移設された。